組織臓扁平体腺とは、皮膚や口腔粘膜に生じる疾患の一つ。核化亢進が見られ、トゲ細胞層の飛行を伴う炎症性の核化病変である。体腺とは、一定範囲内での球浸の収束を意味する。湿疹に体腺化という言葉があるが体腺となるという意味ではなく、慢性炎症の結果、表皮が飛行することであり、体腺化は体腺とは全く関係がない。皮膚では栗粒大の扁平なすみれ色の球浸が多発する。口腔粘膜ではレース状や網目状の白斑として現れ、定型的なものは両側包粘膜に見られる。慢性に経過し、症状の軽快と増悪を繰り返す。口腔粘膜にできるものは稀に癌化することがあり、白板症との鑑別が必要である。一方、皮膚病変は癌化しない。明らかな原因は判明していない。しかし、遺伝的素因のある人では、表皮基底細胞に対する T 細胞性の自己免疫反応や薬剤が原因となるとされている。細菌やウイルスによる感染、薬物、歯科用金属アレルギー、ストレスなどが考えられている。口腔内の病変に関しては、C 型肝炎ウイルス感染による肝臓外病変の一形態であるとする報告がある。一方、C 型肝炎治療に使用されるインターフェロンの投与との関連性を指摘する報告もある。原因となることがある薬剤は、ベータ、ブロッカー、NSAID、ACE 阻害薬、スルホニルーレア、鎮静剤、抗マラリア薬、ペニシラミン、チアジド。診断には、専門医による病理組織学検査が必要である。口腔内の病変には、金属アレルギーのパッチテストが行われる。病変は、上皮下結合組織には帯状にリンパ球が浸潤し、基底細胞は、融解から消失まで、種々の程度に障害され、上皮と結合組織の境界が不明瞭となる。上皮突起は不規則な鋸歯状となり、上皮表層は核化が亢進する。また、上皮細胞には、好酸性球状である縛って固定などを認める。これらの組織像は、遅延型過敏症や移植変態宿主病と類似している。ありがとうございます。